国会の本会議場でのタブレット端末などの使用解禁に関する報道をめぐり、国民民主党代表の玉木雄一郎氏が2024年4月5日、X で怒りをあらわにした。タブレット持ち込みは、品位に欠ける玉木氏は19年1月に、衆院本会議で行った代表質問の際、タブレット端末で原稿を読むことが許可されなかったことを発端として、 かねてより本会議場でのタブレット端末仕様の解禁を求めてきた。24年4月現在も本会議場に PC やタブレット端末を持ち込むことはできず、原稿や資料はプリントアウトして質問に臨む必要がある。14年3月には当時の首相安倍晋三氏が持ち込み解禁に前向きな答弁をしたこともあるが、 1990年代に決まった運用が改まらないままの状態が続いている。3月にはタブレット端末の持ち込みについて衆院議会運営委員会メンバーの勉強会で品位にかけるなどといった見方が示され議論を呼んでいた。衆院議員運営課は3月6日の J ・キャストニュースの取材に対し品位については検討会の中で事務局が持ち出したと明かした。 衆院規則の第211条で議員は議員の品位を重んじなければならないとあり国会で議論してきた過去の経緯からタブレット使用については品位の問題も関係すると説明したというタブレットも使ったことのない方々が合理的理由もなく拒否権玉城氏が怒りをあらわにしたのは4日に開かれた 国会のデジタル化を目指す検討会の第3回会合で、タブレット端末の使用解禁について、歴代政府議長への意見聴取の結果、回答した全員が反対意見を示した報じる記事だ。記事によると、政府議長の一人は反対の理由として、権威の問題を挙げたという。こうした報道について、玉城氏は、全く意味不明と切り捨てた。 私が求めているのはタブレットを使って作成した原稿をそのまま読ませてほしいということだけとし、なんで、それが、権威の問題や、品位の問題になるのかと疑問を投げかけた。さらに、タブレットも使ったことのない方々が、合理的理由もなく、拒否権を発動することはやめてほしい。うんざりと呆れたように綴った。投稿を見た人からも、共感する声が相次いでいる。 デジタル化やペーパーレス化とか言ってる、この時代に。権威や品位ってのがよくわかんないですね。デジタルにすることによって流出する、危険性主張されるならまだわかりますけど。タブレットの授業や、すでに使われている、委員会と比べて、本会議だとなぜ権威なのか謎すぎる。私がまとめたネチズンのコメントは次の通りです。そもそも国会を、 IT 化して、ログイン、資料開封を、ログ管理して、議員の会議参加率を数値化するべき。寝てる議員、そもそも国会を欠席する議員、会議中に資料も見ないような議員には、給与を支払う必要はないと思うので、このログ管理に照らし合わせて、議員報酬を決めればいいし。現職が選挙に出るときには必ず選挙ポスターにこの。 ログ管理でで算出ししたた参加率をを公表して、有権者が数値化された議員の仕事状況を把握ききるようう。にすべきだと思う各端末のログインは生体認証にして会議資料は専用端末でセキュリティチェック後に持ち込みするなどするべきだと思う議員は正しく国民に監視されて真に国を持って私よりも公共のために働く覚悟を持ってないとやってられない 職業になるべきだと思うタブレット端末の運用自体はありだとは思うが死没の端末や接続するネットワーク環境等によるデジタル面でのセキュリティ管理の考慮をする必要があると思う。というのもネットやアプリを介したスパイ行為というのはすでに横行している知らずにそういったものを使ってしまっているケースも普通にあるからセキュリティを考慮して 用途やや機能が限定された端末を支給する形で、ってもらいたい。先日海事の「出雲」がドローン撮影された事例があるように思いもよらぬ形でスパイ行為がやられてしまうことは普通にありうる場所が場所だからそういったスパイには格好の舞台だしこの国にスパイ防止法がないこと売国や都道府県の議員などもばっこしているのでしかるべき 環境整備をしなければ手放しでの賛同はできない昔からある国会での居眠りいまだに続くヤジの文化そもそも国会運営における品位とはと思いますまず紙でなければ尊敬されないなんてことはなく話す中身が重要であり議論に値する内容を議論していただきたいが立法に最近品位を感じたことがありません ゴシップの上げ足取りななどは、国会運営に当たらいいと思います。政策そのもので勝負するべく準備いただきタブレットでも紙でも合理的手段で準備して質問や答弁したらよいのではないでしょうかもちろん議員としての品位は別物ですよねエッフェル CA のカスハラ裏金問題オリンピックの汚職首相官邸でのバカ騒ぎなどは議員としての品位に欠けますよね 品位を求めるのであれば、紙にではなく、ご自身の襟を正していただくことが必須と思うのは、私だけではないと思います。